スマートのケースケとシャグとヒロとガチャマということで今日はこの前言ってた桐崎英二と宇田先輩と軽井沢旅行に来ました。なんとあの一番うるさいハン君は家庭の事情でお休みです。さよなら。やべえ見ろ日頃の行いじゃ。あと20分もしないぐらいで桐崎英二と宇田先輩来ます。はい、久しぶりに会いますね。宇田ちゃんとはもう2週間ぶりとかだけど、英二とは3、4ヶ月ぶりでございます。はい、ということで今日は本当になんかもうゆるく撮るんで皆さん、ゆるく見てください。ゆるく見てください。ということでなんか今回俺らがホテルとか決めたんじゃなくて、宇田先輩と英二がなんか何から何まで手配してくれたみたいで、どんなとこ用意してくれたんやろうと思ったら、めっちゃ高そうな四つ星ホテル。はぁ、すごいよね。で、昨日見たらなんか一人8万円とか返してんの。それがほんまかわからん。金誰が持つん？あっちやんな、もちろん。桐崎様ですよね。財閥。財閥かな、桐崎様ですよね。まだいくらするホテルなんかわかんないでしょ。ちょっとこんな怖い旅のスタートある？とりあえず待ちたいと思います。はい。はい。はい、ということで宇田先輩と桐崎英二と合致しました。久々、ほんと久々っすね。もう皆さん新世代 YouTuber でね、なんか最近あなたのおじさんがなんか新世代 YouTuber のことディスってましたけど、TikTok で拡散されてさ、すごい回ってましたね。めっちゃ回って、ちょっと取られたってやっぱ影響力すごいなということで、なんか四つ星ホテルって聞いて、なんか値段聞いた宇田ちゃんが1人6000円とか言ってたけど、8000円です。逆に大丈夫、コテージなの今日。そうです、コテージです。あ、そうなんや。そうだから、まあ夜ご飯とかもみんなでなんか食べるだろう。あ、そういうこと。用意とかじゃなくて作って。そうそうそう、だるっ。じゃあちょっと行きますか。行きましょう、行きましょう。はい、ということで今宇田先輩がチェックインしてくれてるんですけど、すごいです。四つ星ホテルのだけあって綺麗、マジで綺麗でおしゃれで、マスカレードホテル的なキムタクのドラマ、紅葉もすごいよな。東京じゃ見れない景色が広がっております。石川でもいつでも見れますね。本当ですね。やっぱ東京楽しいですか。俺は大阪の方が好き。全然自分来おへんや家だから行くつもりおるんやけど、やっぱりちょっとね遠いよね。でもこうして出会えたからさ、みんなほら幸せに今日は楽しもうぜ。まだ殺された。正式にコラボレーションしよう。いやガチやで。うん、そう、新世代 YouTuber も集めてさ、パッとさ。なんか部屋までハイエースで送られるらしいです。そう、これは期待できるね宇田先輩。でもすいますね。ということでコテージ到着でーす。今夜はこの広いコテージで普段できない話なんかを。おーおー、 YouTube 業界の闇について東京にしたこと教えてくれよ。ということでちょっとくつろいで、この後はあれかな、アウトレットかな。軽井沢と言ったらもう軽井沢アウトレットでしょう。はい、ちょっとくつろぎます。はい、違うやん、カメラ切ったらあかんやん。部屋の案内せな。あ、うまい、ルームツアー。はい、というわけでまずは僕がルームツアーしていきたいと思います。まずはこちらのお部屋。おっ、これはいきなり目の前に水道があります。水道当たり前やろ。はい、でベッドが2つ。こちらね。で、はいはいはい、お風呂もちゃんとあると。うん、俺いらんやん。で、ここ、ここが収納な。収納ね。俺いらんやん。で、ここ何人も座れる椅子。ここにもなんかこういう感じがあって、ここも暖房っすね。これは暖房も常に回ってる状態。ヒロ早くもっと率先的に。はい、では行きたいと思います。あー、先行くやんか。こっちは逆ですね。で、またベッド。え、風呂とあれもある。だからさ、このスタイルの部屋が何個もあるわけよ。ほら、全部で4つです。あ、もういいですじゃあ。こう取ったのもうちのマネージャー藤川さんなんで、うちのマネージャーと桐崎英二のマネージャーか、一緒なんですよ。マネージャー一緒なんですよ。どうでした、あのサブチャンネル見て。パソコンのいじり方とか。もうルームツアーも特にすることないんで、この後はアウトレットに行って宇田先輩爆買いです。うわー、レッツゴー。収益増えたって言ってたもんね。いやいや、やめてください。稼いでらっしゃるようで。いや全然。いや、ごめん、本当に稼いでないからね。あははははは、次のこ今からね、軽井沢のアウトレットに行くんで。同じこと言ってる。島袋が僕の誕生日プレゼントを買ってくれるみたいな。ええ、言うてない、言うてない、言うてない。それを加味して、あのシュプリームのパーカーを開けたんですよ。あれはね、これは違う。俺はもちろん言ったらいきなり、ほら、あげようか。いや、そら、多くは語らないよ、そら、男は。さあ、アウトレットに行こうとしたんですが、ダルってなってやめました。あいにくの雨だったから。そう、明日大雨なんですよ。明日やね。明日行こう。そう、明日晴れやから明日行こうってなって、ホテルのバイキング予約しました。はい、で、今広瀬すずの話をしてまして、広瀬すず24時間拘束できるならいくらまで出せるかという議論です。何でもできるかってことやから。何でもできます。お前そんな出さないやろ。3万くらい。ええー、なお前。え、ガチガチガチって取れたかとかいらんで。いや、ほんまに叩いてください。
マジで叩いてください、これ。ガチ。じゃあ、あずきさん、あずきさんやったらいくらです。リアルに。自分の好感度とか気にすんの。そうそう、リアル、リアル。80ぐらい。おお。ひろたの80は、もう、一般で言う300万ぐらいよ。石原さとみは。石原さとみは、10ぐらい。うそや。大人のお姉さんは。マジ。鏡で自分の面見た方がいいよ。イエージは何でもしようだやろ。マジで自分の好きなことできる。だから200やって。200はマジで出せる。俺100かな。なんかそれとオークションしたいな。よし、すごいオークション。最悪だ。100万。200。飛ぶな、おい。じゃあ、年収1000万、貯金が800万残ってます。800万残ってます。はい。いきます。はい。3万。10万。10万。50万。80。90。95。99。100。105。109。128。100。45。150。185。いや、もういけんな。いきませんか。ガチヤマの185万円。だって写真撮るやろ、プリ撮るやろ、記憶プラス思い出や、そうちゃんと残せるやつで、一緒にバスケするやん。で、汗かいた後に貸し切りサウナ2人行きます。でもその後貸し切り温泉行って旅館行きます。まあですよね。1回の20。俺1位取ったから、すずちゃんにメンションしてあげてください。すずちゃんエスパルトライブ見てください。はい、ということで広瀬すず会話でした。ではバイキング行きましょう。行きましょう。はい。てということでバイキングでございます。四つ星ですよ、四つ星。1人6000円もしましたが、ほら見て、めっちゃうまそうな肉。ではいただきます。いただきます。じゃあこのちょっと高級そうなこのビーフステーキからね。めちゃくちゃ動いて、これ肉汁やばいぞ。うん、口が濃醸だよ。いただきます。うわ、うまっ。これいただきます。うまっ。天ぷら神かもしれん。じゃあ俺はこの長野県で有名なリンゴジュースで飲みます。乾杯。ケイスケの顔ってマジ飯白やな。うん、うん、あのね、杉野じゃない。あ、うまっ。このリンゴジュースめっちゃうまい。皆さんもぜひ飲んでみてください。自分取っといて、それぞれ。いや、そういう意味じゃない、そういう意味じゃない。違う、自分取っといて、そういう意味じゃない。これね、お肉いただきます。うん、まっ。崩れたらさっきちょっと寝ちゃったから。意外と6000円の感想。違う。いや、モザイク、モザイクじゃない。別に映るのはいいんですけど、あと写真撮ってあげますから。ファンじゃない。あとでサインも書きますから。ファンじゃない。勘弁してください。僕男性苦手なんです。そういうことじゃない。ファンじゃない、メンバー。僕はですね、こちらのカレーのようなハヤシライスのような。いただきます。うん、これはハヤシライスに近い味がします。すごくうまい。はい、ということでごちそうさまでした。ごちそうさまでした。この後はキャルイゾーの温泉にどっぷり浸かりたいと思います。よっしゃ、楽しみですね。本当に俺のチンチン相変わらず長いから。ちなみに今まであった YouTube の中でチンコでかいって誰ですか。ヤマト。あ、そうなの。はい、ということでお風呂上がってきました。今からはパーリーです。パーリー。なんとこれ軽井沢のリンゴのお酒を売ってました。こうはちょっと編集があるので、お酒抜きでレッドブルでございます。で、ガチヤマはこの軽井沢のビールです。気になるね、チビール。あー、結構お酒来るんですよ。めっちゃ水。じゃあ皆さん、今年忘年会ですね、これ。いや、もう忘年会やわ。今年もお疲れ様でした。お疲れ様でした。ハングはいませんが、来年も頑張りましょう。はい、乾杯。乾杯。やられおぉ、シャンパンみたい。シャンパン。あ、分かる。お前らさ、お酒飲んで果実酒やって。言えてないで。果実酒ゲームしようや。あ、いいよ、果実酒。じゃあ、一言ずつ増えていく。普段負けるやつ。あぶり返しよう。最初はグー、じゃけぽい。あー、最後や。手回りで果実酒ゲーム。イエーイ。せーの、パンパン。果実酒、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 果実酒。待って、1個少ない。1個かな。おぉ。じゃあ、うだちゃんから。果実酒ゲーム。果実酒、果実酒、果実酒。イエーイ。せーの、果実酒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 。おお。果実酒、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 果実酒。おお。果実酒、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 果実酒。お。果実酒、果実酒、果実酒。
ということで僕らの動画はここからちょっと一個だけ決めないといけないことがあるんです。どうしました？寝る場所です。あーそうだ、22ベッドがね4つあるんですけど、いびきかく人がこの人、この人です。はい、誰のペアで寝るかを、まずそのペアいびきかく人このペアを、違う違う、ダメだよ。じゃあ俺理由があるのよ、もっちゃんと組めない理由が。俺編集だからいびきうるさいと音聞こえんのよ。誰と寝たん？うざちゃんかな。いやそんなん俺決まってねえやん。じゃんけんじゃんけん。じゃあさっき俺と二人はさ、さっき決めて、そうじゃんけんして、はいはい、なんで最初はグーじゃんけんっぽい。じゃあ俺勝ったから俺もそっちにやるから、僕の角部屋、僕の角部屋。じゃあ僕すぐ真後ろの、最初はグーじゃんけんっぽい。うわー、では僕はあの荷物置いてあるここの部屋。うわー、最初はグーじゃんけんっぽい。うわー、そこ行けばいいね。こう行ったらこうじゃない？いや違う。いやそこ違う、そこ違う。こうやろ？こうやろ？ちょちょちょ、こうやろ？こっち。こうこっち。こうこっち。え、こうは今そこに決めたってこと？そうそう。あ、じゃあそっちで。うん。俺とイジ一緒だ。おはようございます。おはようございます。マナーと爆睡しました。3時ぐらい前話して、でなんと起きた瞬間に宇田先輩がおしっこをズボンに垂らしてます。やってもうた。じゃあ2方向から出てね、こうやって。たまにあるやつ、ヒルト舐めて。無理やて。あの、10回朝一1回やってみよう。負けかということで、コテージを今から出てチェックアウトして軽井沢のアウトレットに向かいたいと思います。おーい。見てください、マグロイクラの鉄火丼ですよ。朝ごはんで、いやこれだけ3500円ですからね。そうですよ、日常で食いませんよ。たらこ飯でございます。うわ、これは一番いきます。いただきますよ。ああ、もうだめ、もう口の中海になってるマジで。いきます。うまそう。ケイスケが眉間にシャワーを寄せて食う顔がちょっとね、うまそうに見えるんですよ。マジ？うん。こちらはそば組です。もう終盤に来てしまいました。本当だ。はい、お腹いっぱい。はい、お布団の追加。はい、ということでカイルイザワアウトレットでございます。めっちゃ綺麗、見てこの景色。見てもいっぱいあります。天気も良しだわ。寒いわ。寒いわ。じゃあまずはバレンシアガありますよ。いるのかな、いるのかな、どうなんだろう、難しいな。仕上がる、新しい、とりあえず仕上がってみて。はい、バレンシアガ到着しましたが、ちょっと見たいです。いるかもしれない。あ、いるかもしれない。そんな簡単に出ませんよ、僕のあの人が。なるほどね。まあとりあえず入ってみてですよね。入ってみますわ、はい、イランシアガでした。ちょっととりあえずいろいろ回ってみます。回りましょう。カモちゃん、すいません、あの僕ね、先週、誕生日だったんですよ。いや、おめでとうございます。ありがとうございます。でも長いじゃないですか、結構島袋さんとは。確かに、いや、まあ、そうなんですけど、優しい、優しい。いや、これ、まあ、みんなの前でこうなっちゃったらもう、まず、俺はもうパーカーをあげたんですよ。これ聞いてください。この前、ヤスポの家行かせてもらったじゃないですか、はい、その時に、もっちゃんの家に泊めてもらったと。はい、もっちゃんの家行ったらいきなりこれあげようかって、いきなり言われたんですよ。いや、タンプレじゃないな。タンプレじゃないんですよ。タンプレやな。値段の相手間違えてるわ。俺よりがすっごい金持ってるやつ、ヨウさんまさかおんねん。これ寮からはもらえん、もらう予定ねん。俺、あげる予定やから。俺ももう郵送したし。え、何も郵送してないな。知ってんねん、何も郵送してない。知ってる、知っとった。ムダちゃんがもっちゃんにおねだりしてる。確かに店回りたいかもしれない。あ、そう、物決めないじゃん、とりあえず。買うか、まだ分からん。そうだね。とりあえずちょっと店を回りたいです。物がないとね。もっちゃん、ちょっと俺パーカー1枚だから服買ってほしい。いや、俺もさ、もうセット1枚だから服、羽織るものなんか欲しい。あー、これもう持ってくれてくれたらダメだ。あー、やばいやばいやばい、ほら。あー、やばい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 。やばい、どんどん出てきてるよ。エルメス、いいよ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 。20-30万も買ったけど、4月自分20-30万で返しよう。はい、分かってる。うん、寒すぎるな。かっさってるもんね。ということで、あれから4時ですよ、夕方の。だいぶ経ちました。だいぶ買い物したけど、勝ったのがヒロトと宇田先輩しかいません。思ったじゃ広すぎて。いや、本当に。しかも、軽井沢寒すぎる。いや、そう、寒い。ほんで、ケイスケサンダルやしな。うん、寒いよ。ということで、何を買ったんですか？僕はですね、奥さんへのプレゼント買いました。おぉ、いい話。何かは、ちょっと秘密でお願いします。あー、そうなんだ。まだね、プラダ買ってるで。プラダです。いいとこよ。好感度上げに行ってますね。好感度の塊です、僕は。で、宇田先輩、僕が買ったんじゃないんですよ。まず、トムホールなんですけど。おぉ、これね、
島袋さんに買ってもらいました。えまあまあまあ、ちょっともっと言ってください。あー、ちょっと一回、じゃあ開けますね。こちらです。うわー、高そう。ブルーレンズにして。そうです。あ、これでバイク乗ると。そう、なるほどね。あ、いいよ。いいね。いいじゃない。いいがな。いいがな。いくらいくらいくら。これね、4万円かな。4万円かなじゃないね。4万円ね。はい、ということで、はい、僕らも本当に何も買ってないんですけど、はい、先輩とヒロトが買いましたということで、もう軽井沢に用はございません。ないよ、ないよ、ないないない。今から超絶が大きい温泉に行くんですけど、ありだね。ちょっとカメラは中撮れないので、ここで僕たちの軽井沢の旅行は終了したいと思います。はい、はい、あ、でも一つ僕のカメラあるんですよ。うわー、もうやめて。ガンデルやん。やばいやばいやばい。そうです。エルゴローザー。まあ僕たちの軽井沢旅行はこんな感じでございました。はい、ありがとうございました。まあまた来年かどっかで沖縄でも行きましょう。行きましょう。行こう行こう行こう。年一は開催しよう。どうでした、切り裂き芸術。いや、やっぱね、みんなめちゃくちゃでかい姿になって、次は100万人の時に会うんかな。待ってますよ俺らを。はい、ということでまた旅行したいと思うので、またその時の旅行でお会いしましょう。では皆さんも風邪ひかないように。バイバーイ。バイバーイ。セルボロードの撮影入ります。はい、僕の、はい、お願いします。また寒いですけど、やばい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 。あった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 。頭からつま先までのエスポアルイナーズナー、リスナーの心くすぐりかますイッタンズランナー、大阪埼玉石川ライフェンセンの YouTuber、 やばすぎて食らうからチャンネル登録する。やはしゃごエスポアルトライブ、時代を変えるために今アクションやげよう。12345動画再生数急上昇、難問ばかりのダンジョンみたいな関門抜ければ感動、折れない心を持つのがマスト、エスポワールのインパクト。